金子光一のコクリエーション。皆さんこんにちは、深月ゆりあです。本日も金子光一のコクリエーションの時間にやってまいりました。前回はですね、金子さん、今後の日本と世界がどう動くのか、はい、トランプ大統領の政権がどうなるのか、北朝鮮や戦争が起こるのか、はい、うん、パレスチナ情勢どうなるかってことを話してきましたが、はい、今日はですね、はい、もうちょっとこう、はい、金子さんの得意分野、はい、超得意分野のスピーチ分野に特化してですね、今後のスピーチ業界はどう動くのか、はい、精神世界どう動くのかってことを、はい、まあ、ゲストをお呼びして話できればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくね。それではまず本日の主役の金子光一さんです、はい、よろしくお願いいたします。そして本日はね、とっても素敵なゲストの方がいらっしゃってくださってます。イベント会社ルドダクシャの奥山辰徳さん、はい、よろしくお願いします。簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、ルドダクシャという会社は独立して今作り始めたばっかりなんで、これから活動を始めていくんですけれども、もともとアネモネというスピリチュアル雑誌でずっと働いていまして、はい、主にイベントの方を主に責任者として、9年ぐらいで1000件から1100件ぐらいイベントをもうやっていってまいりました。はい、すごいですね、はい、1000件か1200件、すごいですね。はい、そうですね、もうたくさん、とにかくいろんな先生のイベントやって、はい、まあ、あの主催者ってワークショップ後ろで見てたんで、はい、いろんなワークショップ見てきたって感じですね。ご自身も霊感がお持ちなのですか。霊感というものは何を持っているか分かんないですけど、はい、あのヒーリングだったりとかオーラ見たりとか、うん、そういうのは技術としてみんな学んできたんで、はい、あの一通り大抵のことは技術としてはできるんじゃないかなと思います。はい、ではまあそんなね、まあ、いろんなセミナー、いろんな先生方と会ってきた奥山さんにお伺いしたいんですけど、はい、今後のスピーチャー精神世界はどう動きますかね。前回の話では、まあ、ちょっとスピーチャーの話もしましたけど、こう分裂からね、だいたいだんだん統合の時代になっていく、うん、こう男対女とか、うん、善対悪とかじゃなくって、うん、もうだんだん統合の時代になっていき、うん、はい、こう魚から水亀座の時代になっていくっていうお話をね、ご教授いただきましたが、はい、はい、あのどちらかというとその3月1日からですね、ルドダクシャは、あの、はい、はい、でそれをやろうとしたあの思いとか、うん、そういうのをちょっとまず聞かせてもらってありがたいかなと思いますけど、うんうん、はい、そうですね、それがそのスピリチュアルの今後の未来の話にもつながってくると思うんですけど、はい、あの今のスピリチュアルってあの結構分離してきてると僕は思っているんです、逆にですね、はい、あのどう分離してるかっていうと、一個はあの覚醒だったりとか統合というテーマで自分、まあ、男女性もそうですね、全ての統合を目指していくという、自分が本当に自分で生きていくってことをテーマにして、本当にスピリチュアリティを学んできている人たちがいる、うん、もう一方ではある先生にずっとついていくとかね、うん、あるアイテムにずっとあのすがる、うん、何か、そういったものだけにもう自分の人生を任せてしまうという、はい、あの昔の新興宗教のような感じですね、うん、依存するスピリチュアルというものも大きくあります、うん、ありますね、この依存するスピリチュアルというものと、はい、あとはその覚醒に導いていく自分で生きていくというスピリチュアルに大きくもともとあるんですけど、その分かれ方が激しくなってくるのかなと思っていまして、うん、はい、で僕が独立してやっていきたいと思ったことは、うん、もうそのこの分離の中でこの依存してしまってる人たち、はい、何やっていいか分かんなくもなってしまってるんですね、うん、でもなんか不安だからアイテムが欲しい、不安だから占い師さんのところにとにかく行ってすがって、はい、毎日毎日電話して聞いてしまう、うん、そういった人たちがスピリチュアルにちゃんと目覚めていけるように自立して独立して個人に力で生きていけるようになってほしいなと、うん、でそのためのサポートに特化したことをやっていきたいなと思ったんですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、でそれはまあ、アネモネという雑誌の中でやっていくと、はい、どうしてもね、アネモネとちょっと僕がやっていくと少し違うんじゃないかなと思って、うん、あのもう独立してやっていこうと思いまして始めたっていう流れですね。あの、ね、なんかちょっと今思いついたんですけど、うん、ヒトラーの予言って知ってますか。あ、はい、ありますね。私今学研ムーという雑誌大体やっているんですけど、はい、4年ぐらい前ヒトラーの予言について記事を書かせていただきました。素晴らしい、ね、はい、予言の内容ってあの今もおしゃべっていただけますか。
はい、まあ、大きな予言としてはですね、はい、まあ、人類が旧人類と新人類に分かれるんですよね、うん、大きく2つに分裂して、はい、で新人類が旧人類を支配する形になってしまう、はいはい、そして日本は東方の実験場になってしまうという予言がありまして、うんうん、その東方の実験場っていうのは、うん、もう今は本当に実現されてしまったのかなと私は懸念を抱いてますね、うん、あの福島原発にしろ、はい、そして広島長崎の原爆投下にしろ、うん、結局原子力の実験をされてしまって、うん、それはもう当たったと、うん、次の新人類と旧人類に分かれる、はい、これは一体どういうことなのかなっていういろんな解釈があると思うんですよね、うん、はいはい、結構そこがポイントだと思ってて、はい、あの結構あの予言ってあの個人的には結構重要な予言だと思ってるんですけど、はい、新人類と旧人類の違いは一つだけなんですよ、ね、はい、あの私的な解釈で、はい、自分で生きてる人と他人の人生を生きてる人、あーなるほど、思考を停止した人と思考してる人ですね、うん、そう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 、あの、はい、あの彼の書き方で言うと神のような人とロボットのような人みたいな感じで、奴隷のような人っていう、はい、あの要は自分の人生を生きてなくて他人の人生を生きてる、うんうんうん、あの要は他人が言ったからこういう人生を生きますとか、はい、あのちょうど言ってたように、うん、誰かが言ってたとこにすがってるとかそういう人たちとも、はい、あの自分で人生を生きてる人たちの多分二極化を多分していくと、はい、でスピリチュアルもそれに合わせて自分で生きてる人たちのスピリチュアルと、はい、人の人生の中で枠組みで生きる人に分かれていくような気がします、うん、なるほど、そういうことですか、はい、でも、はい、それは決してね、なんか悪いわけではなく、例えば、はい、会社の中にいてたら会社の中の仕組みの中に乗れば結構楽なんですよね、はい、うん、多分予言の中にもあったと思うんですけど、うん、その別に旧人類が悲惨な状況になるわけではなくって結構その楽に生きれる、はい、という面もあると、うん、ただ思考停止しちゃうからなんかこうそのまあ、なんかこうよくわかんないけど楽しいみたいな人生、はい、ただ、うんうんうん、あの新人類の方は自分で人生をクリエイトする人、はい、なんかそんな感じで多分分かり方じゃないかなと思ってます、うん、クリエイトといえばですね、今日の、はい、まあ、撮影してくれてるのが非常にクリエイティブな映画監督さんの、なんと芸大を中退されたという、はい、そして岡本太郎の賞を受賞したという増山玲奈さんですが、ここでのタイミングを呼びしましょうかね、はい、じゃあクリエイターの増山玲奈さん、こちらにどうぞお願いいたします、はい、それでは、はい、クリエイターといえばまずこの方を私は思い浮かべます、ユーラシア国際映画祭の代表理事、映画監督の芸術家の増山玲奈さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。あのちょうどね今日、はい、あのタイムラインのコメントでも書いてたように、はいはい、創造性っていうのは人間の結構ものすごく大事な部分で、うん、はい、さっきのあのそのロボット的な人間とあの神のような人の話も結構創造性に関係するような気がするんですね、はい、なるほど、旧人類と新人類ですね、はい、でそれって多分ね、現実のそのパーツというか肉体のパーツとしては消化体のような気がします。消化体ってどこにあるんですか？消化体の脳の真ん中、ここで見るチャクラの、はい、そう、はい、であの最近あの消化体がこう石のようになって石化するっていう話が結構取り上げられてるんですけど、実際にあれはスピリチュアルの話じゃなくて実際に石化してる現象ですか？だと思います。あの別にあのエビデンスで確認したことはないんですけど、はい、あのいろんな人が言ってるの多分間違いないというような気がするんですけど、はい、ただ今日ね、ちょっといろいろシフティングで、はい、いろんな体の部分に入ってこういろいろ答えてもらうっていうのを時々いろんなあのセミナーとかでやってるんですけど、今日消化体さんにいろいろ聞いたんですけどね、はい、消化体さんに聞いたら、はい、あのいや別に化学物質なんか全然かけないよとか言ってて、なるほど、どっちかっていうとなんかこうその魂の力みたいなのがどんどん落ちてる、そうすると石のようになっていくという、うん、でもそれはありますよね、はい、はい、まあ、すごいお酒を飲んでヘビースモーカーでも120歳まで生きておばあさんとかいますし、はい、結局は心の持ちようが一番大事なんだなということは感じております、はい、感じます。私もあのクリエイティブな仕事として映画を作ったり、あとその海外のとの今年は映画祭の交流ということも特にあって、うんうんうん、あ台湾の震災の地域にも行って、うんうん、あのカメラを回したりボランティアをしたりしてきたんですけど、はい、あとなけなしのお金であの向こうのお土産をたくさん買ってきたり、そこでやっぱり人との触れ合いとか感動ってすごくあって、はいはい、なんか毎日電車に乗ったり飛行機に乗ったりすると、ああ今日もいい取材ができたりとか、はい、いい出会いがあったって言ってなんか泣きたい気持ちになって、すごい感動してる自分がいて、はい、そうするとなんか今まであの
固かったものが溶けていくような感じがするんですよ、うんうん、いやものすごくわかります。はい、はい、でひょっとして今その芸術に私は作る仕事をしてるんですけど、うんはい、触れる機会がなかったり、はい、芸術に関わらず心と心が触れたり、はいはい、喜んだり、はい、そういったことで心とか体とか消化体も溶ける気がするんですけど、はい、そういう機会がないと固まってしまうんだと思うんですよね、はいはい、まさにそういう話で、はい、まあ、いろんな、まあ、チャネリングができるチャネラーさん経由でいろんな、まあ、情報を聞いたりしたときに、まあ、なるほどなと思ったんですけど、はい、その人間が感動するエネルギーが宇宙の前進力になる、宇宙のこう創造のあれになるみたいな話で、そうですよね、私たちは創造主ですからね、はい、一人一人が、はい、だから感動する機会がどんどん減ってるんだったら石化してるっていうの、だからそのあんまり感動しない人はどっちかというと石化してて、さっきのちょっとロボット系じゃないけどその人間みたいになって、結構感動したりとかいろんなものを作って想像したり、料理とかも想像ですし、別にアートだけでもないと思うんですけど、なんかこうクリエイトしてる人って多分全部どっちかというとそういうのは力がどんどん増してる、そういう二極化だと思う、うん、そういう感じでさっきの話って結構リンクします。うんうん、ただちょっとその中で特に僕がスピリチュアルに関して特に思ってるのは、依存っていう部分がいろんな多岐にわたるなと思ってるんですよ。はい、さっきのようにもうね、まあ、グルニとかね、宗教団体の教祖にとか、そういうのはもうよくある話ですよね。ある人買っちゃって何百万円のものいっぱい買っちゃって、はい、ね、まあ、昔は壺買ってとかね、はい、ありますね。そういうもう分かりやすい依存っていうのがいいんですけど、はい、もうちょっと違うタイプの依存が増えてきてると思ってて、はい、例えば、はい、神様からメッセージをチャネリングしてもらいましたと、はい、だからやんなきゃいけないんですと、はい、これね、すごい依存だと僕は思ってるんですよ。そうですね、神様とチャネリングする能力が本当にあるかもしれないですから、はい、だけど神様に言われたからやるというのは神様に対して自分を捨ててるんですよね、はいはい、まさにその通りです。そう、あと同じようなことで合うので、はい、これがすごい多分みんな分かってないと思うんですけど、はい、シンクロニシティがあるとかね、はい、前兆があるとか、はい、まあ、よく言いますよね、うん、もしくは引き寄せの法則がいろいろうまくいってて、はい、これも起こってこれも起こって、はい、なんかうまく流れてる気がすると、うん、だからうまく流れたりシンクロが起こったりするから、うん、これは正しいんだと、うん、僕は必ずやったらうまくいくんだって、うん、みんなふっと思ってるんですけど、はい、それが、うん、そこにシンクロが起こったからやるんだってなったら、うんうん、シンクロに任しちゃってるんですよ、自分の人生を。うん、シンクロにしていって決してそういうもんじゃないと僕は思ってまして、うん、まあ、昔ある先生に言われたことがあるんですけど、シンクロにしていって別に例えば自分の人生の転機だったらいっぱい起こるんだよと、うん、はい、でその全てがあなたの人生にとっていいものかどうかわからないよと、うん、善のも悪もなく、うん、シンクロニシティってたださそこに起こってるだけのこと、そうですね、だからその中で自分が人生どうしたいのかっていうのを決めないと、うん、このシンクロが起こってるけどこれはやっていいのかなって自分に戻んないと、うん、シンクロしてるから面白いから行くのとかね、うん、もうそれは具の骨頂というかね、そこのシンクロニシティという現象に依存している、うん、はい、ただスピリチュアルの先生方とかね、うん、スピリチュアルなことやってる方って結構シンクロニシティ前兆を見た、うん、まあ、引き寄せが起こってるとかね、うん、まあ、ご縁があったのとかね、うん、そういうことにものすごい依存しちゃってる人が多いなって思って、うん、そういう意味の依存ですね、そっちの依存も気になってます。ああ、なるほど、うん、まあ、昔のなんか信仰宗教がものすごくシンプルで、教祖さんが何万円って、ね、何百万の牛を買ったっていう話で、うん、買ったらなんかハッピーになるみたいな話だったんですよ、ね、宗教の教祖やね、グルとかね、分かりやすかったですよね、今は違うものに依存をしてるんだけど、依存の仕方が分かりやすくないんですよ、そうですよね、分かります、うん、まあ、物事って変えられますからね、運命は変えられますし、結局魔術って、はい、その力、能力かける方法かける自然の力かけるタイミングなんですよね、うんうん、だからそのおっしゃってるシンクロニシティがタイミングっていうものと思うんですけど、うん、でもそれでも自分の意志の力、念の力がゼロであれば、うんうん、そういうことは起こらないので、うんうん、全部掛け算ですので、うん、はい、そう、あ、今まで、ユリアさんの話で思い出したんですけど、うん、実はね、スピリチュアル能力の人2パターンいるってこの前、ちょっとしばらく前に気づいたんですよ、うんうん、
でね、巫女さんタイプと魔術師タイプは違う、うん、方向性が、はい、巫女さんタイプはね、はい、自分をなくしてその神とかのエネルギーを取る、うんうん、なるほど。だからね、結構どっちかというと自分をなくす方に行くんです。そうですよね、はい、で魔術師とか陰陽師って自分の力の方に自信を持ってるんですよ、ね、はい、だからね、自己価値が全然違うんで、うん、逆方向で、うん、はい、過去生で魔術師とか陰陽師の経歴が長い人って自己価値がめちゃくちゃ高く、はい、プライドが高いよ。なるほど。逆に巫女さんタイプって意外とねプライドが低いっていうか自己価値を低い人が私なんて、ね、受け入れる側だから、受け入れる側だから、はい、そう、うん、だからなんかね、それはねこの前気づいて、あ、そういう仕組みなんだと思ったことがある。確かに運命を自分で切り開いていくということと、うん、神様の声を聞くと、はい、うん、過去世のやっぱりちょっと影響ってやっぱり出るんで、はいはい、なんかそういうのでこう能力のある人にも2パターンなってるってことを、そうですね、思ったこと、うん、結構ね、あんまりね、なんかこう私もどっちかというと、うん、奥山さんと同じような感じでちょっとどっちかというと神様の言ってることをそういうのを結構なんか否定するとこもあって、冗談みたいなことを時々書いてるんですけどね。前ね書いてね、結構日を読まれよかったのは、人間でも神様がこう、なんか今の人間はおかしいおかしいとか言うというメッセージが多いじゃないですか。はい、いや、なんか帰ろう帰ろうみたいな。ちょっと一回頭に来たことがあって、で何書いたかっていうと、人間の子供でも親の背中を見て育つと。あ、人間がおかしいのは、はい、お前らがおかしいからだ、神様がまずしっかりするよって書いたら、そんな結構ね賛同が多かった。結構なんかそんな感じで、なんかこうなんか神様が言ったから 100% こう盲信してやるとかじゃなくって、やっぱり判断はこっちからやった方がいいと思う。神様たくさんいるじゃないですか、はい、まあ、そう、宇宙意識みたいなものはありますけど、それ以外いろいろな神様がいらっしゃるわけで、うんうん、どこの神様の言うことを聞くかを決めるのは自分自身ですから。そう会社組織と一緒で、宇宙創造神で社長みたいなもんだけど、うん、この辺のなんか日本神話の神様とかいうのは部長と、部長とか課長みたいなもんで、神様界にも、うん、いっぱいあるんだ、うん、なるほど。多分ね、例えば営業部長と開発部長はずっと仲が悪かった、うん、営業部長は売るためにもっとよこせとか言うけど、開発部長はそんなんできへんとか言って、うん、結構神様同士でもあんまり意見は合ってないんだ。まあ、本来の絶対心とか宇宙の心っていうのは善悪もなくってゼロの状態なので、うん、意思はないんですよ。なんかシンクロシティも起こさないし、はい、そう、だからね、その辺の話をちょっともうちょっと切り分けた方がいいと思うんですけど、まあ細かく言わずに、まあざっくり言うと奥山さんが言ってたような感じで、あんまりなんかそういうのに依存しちゃって、自分の人生を泣き出す人は良くないと思う、うん、そうですよね。私金子さんのシフティングに出会って、はいはい、これ DVD を私も撮影して作らせていただいたんですけど、うん、今日本も出られて、はい、おめでとうございます今日ですよね、2月22日、はい、ありがとうございます、はい、ぜひAmazonでも、はいはい、本が買えるそうなんですが、私の場合はそのシフティングに依存してるっていう感覚は全然なくて、うん、最初に金子さんにこうなんかワークをしてもらった時に、はい、そのビジョンが浮かんだんですよね、はい、また今の私はすごいヘッポコなんだけど、スーパーコンピューターみたいな進化したレナさんになる気がして、はいはいはい、でそしたらあと数日の間にレナさんを、スーパーコンピューターにインストールし直しているので、はいはい、本当にそうなりますよって言われて、はいはい、なんかそれを信じたんですよね、でもそしたら本当にそれから映画祭の話が決まり、実際にスポンサー企業様がどんどん成長して、なんかそこに役員の社会になり、なんかやりたいと思ったことをぴったりのタイミングで出会ったり、なんかどんどんこう気が良くなってる感じがあって、これは今まで自分がこう思い込んで、親の代からあるこう呪縛みたいなものあると思うんですよ、はい、親とか常識とか、はい、どうせお前はなんとかだとか、はい、なんかそういった知らず知らずのうちに社会に作られてたその殻みたいなもの、はい、アーティストの私でもあったので、はい、多分普通の方はもっとあると思うんですけど、はい、そういったことを取り除いてポジティブなビジョンに変えていくっていうことを教えていただいて、めちゃくちゃおすすめです、はい、ぜひぜひ本当に半信半疑だったんですけど、
けど、はい、でも実際にこの半年ぐらいですかね、はい、1年近く経ってるんだけど、はい、どんどんいろんな夢が叶えていくことがあって、はいはい、なんで不思議ですけど、はい、でそれは金子さんに言われてやってるわけじゃなく、はいはい、昔から私は地球上に9個のピースセンターを作るっていう夢があって、はいはい、正しい情報、うん、美しい音楽、芸術、うん、そして教育、うん、そういったものがベーシックインカムと一緒に作れたらいいなって思っているので、うん、昔から思っている夢を具体化するための具体的なチャンスや人やその資金であったり、うん、出会いであったり場所であったり、うん、それをこう引き寄せていくって感じが、うん、なんかこれそれを最初に教えてくれたのがシフティングだったので、はい、重ね重ね本当 DVD ぜひ皆さんおすすめです。、はい、ありがとうございます、はい、あのちょっとね最近ねシフティングの中でシフトライフっていうのをちょっとやりだしてて、はい、それして、はい、あの、はい、なんでそういうのやりだしたかっていうと、頭の声の聞くっていうの、魂の声を聞くっていうワークをずっとやってるんですよね、はい、シフティングのサイズの声、はい、でね、いろいろね、頭と魂で全然あの考え方が違うと最近分かってる。はい、なるほど、はい、あのビジネス講座とかやるときに結構それが大切で、うん、あのこれ体験してもらうと違うよねと思ってやりだしたのはそれなんですよね。で、あの、はい、ビジネスだけじゃなくて他のものも変わるんですけど、何が変わるかというと、はい、例えば仕事って何ですかって大体普通に聞くと、はい、普通の答えって頭で答えるから生きるための手段ですとかそういう答えが来るんですけど、はい、で魂に聞くとね、自己表現の場所とか言う、はい、うん、そうですね、魂に聞くと全然違うね、あの捉え方をしてる。お客様って何って聞くと、で、あの、まあ、あの頭で言うと普通に言うと、で一般的なやつはお金を払ってくれる人、はい、なんですけど、魂に聞くとね、私の自己表現をこうあれとしてくれる相手みたいなイメージの答えが入ってる。なるほど。で、ある人なんかは私をサービスしてくれる人とかいうのがあって、なんでかなと聞いたら思ったら、あの福祉の仕事してるんですよね。で、なんかこうお年寄りをサービスしてる、肉体的にはサービスしてくれるんだけど、いろんな知恵とかなんかをいろいろ聞いてて、私にいろんなことをやってくれてるみたいなイメージを魂は持ってて、そういうふうに違うんですよね。あの魂の声とその頭のこう考えてる声が違うっていうのが分かるだけでもだいぶね、なんかこう人生が変わると思うよね。あのそういう意味で言うとね、なんかこうシフティングっていうのは、あの自立して、さっき言ってたように自分で生きるようなことをできるために枠を外すようなものって、でもあの考えてるところあって、方向性結構似てると思うんです。方向性ないですね、はい、何かそういう話で言いたいこととかありますか？うん、そうね、はい、結局その自分が喜んでることかとか、うん、はい、自分が本当に楽しいと思ってることね、うん、はい、そういったものをやっていく、うん、表現していくってことが自分の生き方で、うん、それをただ使って生きていけば、結局みんな誰でも幸せになれるし、うん、周りの世界も幸せになれるし、うん、まあ、スピリチュアルの世界でよく言うようなね、うん、まあ、アクエリアスの時代とかね、うん、本当のこの調和の世界っていうようなことが、そういえばそこの先に残ってるものだと思うんですよ、うん、まあ、もっと先にスピリチュアルな覚醒のようなゴールもあるかもしれないけど、うん、まず自分が喜んで生きていく、楽しんで生きていく、なるほど、うん、そこがやっぱり一個の大きなテーマで、はい、楽しむこと大事ですよ ね、 ね、宿命とか運命よりまず人生楽しむこと、それ本当に大事なことですよね、はい、うん、そこの感覚にとにかく入ってほし い、はい、そういうワークとかセミナーをどんどんやっていきたい、そうですね、それをやっていきながら、はい、とにかく楽しみ方の中でも依存が入ってしまうから楽しみから抜け出すようなことを、うん、まあ、教えていったりとか、それを教えてくれるような先生方とのご縁を作ったりとか、うん、していきたいなと思ってます。はい、ものすごく同感。あのさっきのヒトラーの予言じゃないけど、はい、やっぱりね、自分で生きてる人たちと人の人生、人の枠組みで生きてる人たちの二極化をしていくと思う。はい、はい、だからそういう意味では自分で生きてる人たちのためのことを、まあ、みんなでやっていきましょうねっていう、なんか今日の国でそんな感じかなと思います。自分自身で楽しく生きていきましょうっていうことですよね。そういうスピリチュアルと、はい、あの依存型のスピリチュアルが分かれて、はい、まあ、どっちを選択するかは皆さんの自由ですけど、はい、個人的には結構自立型の方がおすすめかなっていう感じはします。はい、で、そういう方と出会っていくと、なんかこう新しいプロジェクトが生まれたり、これをやってみようとか、新しい仕事が生まれたり、なんかいい回転し始める感じがしますね。はい、はい、そんな感じだと思う。まあ、
とりあえずこっちの話はあれで、ルナさんの台湾の報告とかなんかされたらいいですか。はい、実はですね、この間台湾映画祭の打ち合わせで台湾に行って、でちょうどハナレン、カレン、ファウレンっていうところが地震になって、その1週間後に行ったんですけれども、うん、で現地に行ってボランティアしようと思って、現金持って行ったんですが、あの倒れてる場所、はい、報道ばっかりあるんですが、実はあれが倒れてるビルはたったの4つで、あとは町のほとんどがそのままだっていうことを分かって、であそこ観光地なんで、また報道が出たことによってお客さんが9割キャンセルだったりとかして、すごい困ってらっしゃることが分かったんです、はい、でそこで出会った映画監督の方や、キリスト教長老教会さんっていう台湾のキリスト教の方と一緒に、うん、日本人のお友達を連れて、うん、台湾のファウレンに行って、うん、観光地応援に行こうっていうツアーをやることになりまして、うん、でちょうど311の日を挟んで、向こうの3月6日が地震から1ヶ月後なんですが、はい、そこから、3月11日東日本大震災を挟むぐらいに行くんですけれども、向こうでダンスフェスティバル、芸術祭もやることになったんです、はい、でそしたらすごく喜んでくださって、台湾のビル、あのビルが壊れて倒れたところ、はい、そこはもう1週間後には更地になったんですけれども、はい、そこのグラウンドゼロで、はい、盆踊りと日本舞踊と台湾の伝統芸能の踊りをやるステージができて、そこで参加させていただくことになりまして、ぜひ、東日本大震災の時台湾の方本当に300億円ぐらいの支援をしてくださって、で今回の経済的損害と言われているのがちょうどその300億円なんですよ。そうなんです。なので日本の方がファウレンのお菓子を買ったりお茶を買ったり、訪ねて行って街を元気に応援しに行くっていうことを、まあ、そのツアーの期間だけでもなく皆さんぜひ行ってあげていただいて、台湾の方にその恩返しの気持ちを届けられたらなと思ってます。3月のツアーもまだ一緒に行かれる方を募集してますので、ぜひ皆さん一緒に行きましょう。できたらその動画をですね、ファウレン応援ツアー報告ということで、これ交渉中なんですけど、渋谷の大きなモニターで、はい、みんなでファウレン行こうよみたいなこと、いいですね、台湾の方と一緒に盆踊りを踊ったり、はい、向こうのダンスを教えていただいたりする、その交流の歴史も含めて、モニターで、紹介したいなと思ってまして、はい、HIS さんと一緒にツアーを企画してます、はい、ぜひ皆さん一緒に台湾行きましょう、はい、マンゴー美味しいですよ、はい、ベーシックインカムの映画の方の私もなんか、はい、はいはい、始まりの日ベーシックインカム元年っていう作品を作りまして、こちら金子さんにすごく応援していただいて、昨年から今年にかけて作りました、これはですねフェルモサ国際映画祭ポルトガルの、BIAN の国際会議で上映しまして、日本でも、上映会を、進めています。2月24日は大阪の、シチズンで、そして、3月は20日に高円寺グレイン、そして24日に青山のウィーメンズプラザで行いまして、28日は大使の方が来られる民家っていうことで、問い合わせある方にだけご住所をお伝えする形で28日プライベート上映会もあります。4月からは映画館での上映をしたいぞということで、今配給の準備を進めてまして、ぜひ皆さんDVD お問い合わせいただきましたら3800円で、お送りしますので、 DVD で見ていただいたり、映画館でうちの近くの映画館でこれをやってほしいとかいう声を届けていただいたり、広めていきたいなと思ってます。映画撮りながらね、だんだんベーシックインカムっていう言葉が世の中に浸透してきたんですよ。最初は誰も知らないっていう感じだったんですけど、だんだん広まってきて、ベーシックインカムハウスも、日本で初めてのベーシックインカムハウスもさっき言ってきた、はい、みんなが支え合って誰か一人が富を独占する形じゃなくって、みんながいい循環をし始める物語なので、ぜひ見ていただけたらと思います。ありがとうございます。
だけあの、はい、ベーシックインカムの補足をちょっとしたいんで、はい、お願いいたします。なんでそのベーシックインカムを応援してるかっていう話なんですけど、はい、あの人間の人間無意識が自分の人生作ってるって言いますよね、はいはい、同じようにあの人間の集合無意識、人類の集合無意識が多分、はい、あのなんかこう今の社会を作り出してると思います、はいはい、でお金に対する不安ってね、みんな思ってる以上に大きいんですよね。そうですね、わかります。だから不安のエネルギーが今 の、はい、あの経済的混乱の原因だと思ってる、はい、でベーシックインカムが何が一番 の、 あの本当のキーポイントかというと、はい、集合無意識からあのそのお金に対する不安をなくす、うん、そうするとね、多分集合無意識が今作っているいろんな混乱が多分収まると思う。そういう意味でね、なんかあの単にあの貧困対策とか思わずに、なんかもっと大きな視野でベーシックインカムとかいうのを捉えていただくと非常にいいかなと個人的には思っています。困ってる人だけが得をするとかいうことではなく、うん、社会全体が変わっていく、はい、あの人間がその経済に対する不安っていうのをなくした時に、はい、社会がどう変わるかっていうのが結構なんか興味があるというか、そういうのがすごく大切かなと思っています。ある意味誰かに依存する自分じゃなくって、本当の自分が何をしたいのかとか、あのどういう仕事をしたら一番喜んでもらえるのかとか、なんかそういうことが問われる。そうそうそう、依存じゃなく自分自身の人生を生きるために必要でっていうことですよね。はい、そういうことでちょっとベーシックインカムの映画も応援したいと思いますので、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、皆さん、はい、じゃあ皆さんどうもご清聴、はい、ありがとうございます。またご清聴、また DVD もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。確かになんかすごい金子さんが言うことがスーンと入ってくる、うん、はい、なんか自分でも、うん、私はいつも金子さんは月末いかに私がお金がないかを知ってるから分かると思うんですけど、うん、お金の不安でいつも満たされてる人なのに、うん、まあ、特に木下さんにサポートしてもらってから、うん、木下さんだけじゃなくていろんな方が応援してくれる感じで、うん、なんかお金の心配あんまりしないで物事をやってる、うん、なんかそうすると、うん、今まで私を縛ってた不安とかよりも、うん、こうしたらもっと、うん、あの台湾の方が喜んでくれるんじゃないかとか、クリエイティブな方のエネルギーが増えるんですよね。なんかあ、私って縛られてたようなっていうか、自分自身が実験体になってるような、人類全体がそうなった、わかる気がする。今日のすごいこれ放送じゃないけど、今日のねベーシックインカムハウス、木村さんって28歳の男の人がやってる、すごい超実業家、超実業家で2つ20個ぐらいの不動産を持って、そのうちの1つが部屋が大きなものが空いたから、それを5個に分けてシェアハウスにして、でそこを普通だったら家賃5万ぐらいもらうところを家賃タダで、光熱費も払って、ネットも、あの木村さんが通して、1万5000円に上がって、あげると、食費あげると、なんなら米やあのカップラーメンを置いとくから好きに食べていいみたいな、すごいことをやってる方で、なんか彼もお父さんはコンビニ経営で、それを破綻したの姿を見てきて、同級生や周りでも夢を持って役者やりたかった子たちが、あの仕事をしなきゃいけないって言って夢を諦めていくものとか姿を見て、何かしたいと思って始めたらしいんですけど、そういう人がどんどん増えてくると思う。なんかそのベーシックインカムハウス、あの木村さんがあと100個作ってっていうのは木村さん大変だけど、木村さんしかも12万でできるんだって。12万で月12万、あのお金としては、だから賃貸のその部屋さえあれば、空いてる部屋いっぱいあるじゃないですか。そうですね、でそのあの自分たちの業者で、リフォームとかも数十万円でできるしとかで、なんか意外とベーシックインカムチャーハンでできるじゃんと思って、はい、月12万ってこと？家賃は違う、そのいくら払うか、まずベーシックインカムが1万5000円かける5人で、あと家賃、光熱費、そのお金で、だからものすごく大きなお金がなくても、5人に対してベーシックインカムで、そういうことか、で本人たちがあの借りる人たちが浮いてるお金と考えると、家賃、光熱費、食費とかを考えると、でもらうお金考えると月11万円ぐらいになっちゃう。
だから結構なんかね、プライベートのベーシックインカムもどんどん増えると思う。公的なベーシックインカムより、先に。私もなんかプライベートのベーシックインカムももらってる気がするけど、なんかもらうだけじゃなくて、なんか与えたいというか、そういうのどんどん増やしたい。そんなのが増えていくと思う。金子さんがいろんな職業の方がシェアハウスで仕事をシェアしてみたいなビジョン言ってたじゃないですか。ああいうところでやったら面白いな。面白い。はい。時間的に。時間的に。まあ、さっき。